今日の台所錦市場でお買い物をプロのおすすめ、今回は、鮮魚の綿半さんに伺いました。ヒレ酒が美味しい季節になりました。こんにちは。こんにちは。はい、忙しいですね。毎日秋の紅葉でね、お客さんも増えました。はい、本当ですね。はい、はい、さあ、このシーズンおすすめのものたくさんあるかなって思うんですけれども、はい、はい、この目の前には生の牡蠣。そうですね。はい、生で食べていただけるミルクたっぷりの牡蠣。ミルクたっぷり、はい、そうですか。あの産地はこれはどちらになるんでしょうか。北海道の仙鳳市というところの牡蠣ですね。はい、何市ですか。仙鳳市。はい、はい、どのあたりなんでしょう。大体このあたり。大体このあたりというのはわかりました。南東という感じですね。厚岸とかあのあたりですね。厚岸の、はい、有名ですね。厚岸はもう駅弁なんかでも牡蠣とか海の幸いっぱいの駅弁ですから、はい、まあ、牡蠣も美味しいということですね。はい、こちらの牡蠣は、700円と1200円、ずいぶん違いますが、はい、少しこれは2個で1200円にしてます。少し小さめと、はい、まあ、大きめとっていう感じですね。ああ、そうですか。はい、こうおすすめっていうとどちらになりますか。物は一緒なんで、はい、大きいのを食べたい方は700円ですし、はい、2人で食べるっていう方はこれで2個でっていう。あ、お好きなようにということですね。そうそうそう。あとはまだ同じやつですけど、はい、お得なやつ3つ入ってる、700円のお得ですね。同じところのやつもございます。仙鳳ってこういう字を書くんですね。はい、あの仙人の仙と鳳の鳳。はい、あ、すごい。仙鳳市。仙鳳市、すごい、初めて聞きました。それから美味しそうなウニもあります。はい、はい、これはウニはもう本当に醤油か何かかけるだけっていう感じですか。はい、もうなくても全然甘いですけど、あとはお好みでちょっとだけね入れていただいて、はい、あ、本当ですね。ウニの旨味ということですね。それからその奥にフグの、はい、あのテッサもありますけれども、はい、大体これで半人前ですけれども、外国の方も非常に喜ばれますか。はい、喜ばれます。すごいですね。お、フグですよ。フグ。フグ。そうなんですか。はい、今日は大繁盛の綿半さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ぜひどうぞ。